ポケット。おはようございます。コマバアオイです。至らないところもあると思いますが、お手伝い何かご用でしょ？何かご用？何かご用？あまり触らないでもらえますか？プレゼントが届いています。あら、そろそろ休憩しませんか？適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。今週はレースがあります。気合十分ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか？一番人気ですね。ただいまより、淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。1番ふさいき北斗星が先手を取りました。カパノサンライズ外から行こうというところ、おーっと一気に行った谷のマティーニと菅井、その後ろ3馬身くらいあってコパロ風神、それからもう一頭6番それが岡早手、そして6番手に MO ウィナー、内を通りまして2番モンローブロンド、それから11番名称宗則、そのうち7番ダイワバンディット。京都のスタンドが揺れています。パタノサンライズは2番手、このまま抜け出すか、抜けた10番パタノサンライズ、鶴岡隼人懸命に追う、さあこのまま逃げ切ってしまうのか、鶴岡隼人が2番手、内からスルスルとダイワバンディット、先頭横山とパタノサンライズ、ダイワバンディットがかわした1着ダイワバンディット。
着、9番、3着、当番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。あら、今週はレースがあります。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭。ちょっとばらついたスタートになりましたが、果たして先頭に行くのは。先手を取ってロードフラッグ
そして内からは5番カタノサンライズ、11番マイネルモルゲン、外から行こうというところ、ブランディオがかわしていきました。ブラックバースピン、この辺りちょっと離れている3番トップオブワールド、そしてその後ろからナイキアヘッド、8番エアシェイディ、12頭が第3コーナーに向かいます。4番黒い馬体ブラックカフェでやります。外から1頭ダンスインザモア、2番アルビレオ、それから離されまして6番マイネルソロモン、前でやりますが前、先頭は依然として7番ロードフラッグ、前前での競馬ブランディオと柴田騎手、府中のスタンドが揺れています。パタナサンライズは4番手といったあたり、さあ先頭はロードフラッグが一馬身リード、外からはグランディオ、先頭はロードフラッグ、先頭行くロードフラッグ、ああもういっぱいか、内からはロードフラッグが来ている。パタナサンライズかわした先頭に立ったアルビレオ、抜群の手応え、さあ抜けました。パタナサンライズ、アルビレオが差を詰めてくる。アルビレオ一脚してやったり、岩田康成恐れ言いました。ただいまより投票受付を開始します。競馬の根幹距離といえる毎優戦、各馬のスピードとスタミナが問われます。スタートを切りました。11頭まずまずのスタートといったところでやります。先頭に立つのは何か、花を切ったのは9番コスモマーベラス、1番シェルフレイが上がってまいりました。第2コーナーに向かいます。11頭外から1頭8番ワルターズヒート、それからヤマニンメルベイゲル、マイネサマンサ、それから離されまして3番ライラプス、それからもう1頭5番カタノサンライズ、これをマークするように2番ウィングレット、そしてその後ろから4番ピサノグラフ、ちょっと離れて6番黄金サンデーでやります。ここにいた7番レプレドール、今日は最後尾からシェルフレイが先頭です。8番ワルターズヒート、内から1頭10番ヤマニンメルベイゲル、そしてその外に11番マイネサマンサ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行く白い帽子はシェルドレイ、さあ先頭はシェルドレイが2馬身リード、マイネサマンサ懸命に追う。パタナサンライズいい足で上がってきている。シェルドレイ先頭、パタナサンライズが差を詰めてくる。先頭ウメールとシェルドレイ、黄色い帽子パタナサンライズ先頭だ。パタナサンライズ1着、1番人気に見事応えました。
を終えた馬が戻ってきました。存知ですか？今週はレースがあります。ますでしょうか。適正な馬体重ですね。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。12頭のスタートを切りました。12頭、12番アロマティコがちょっと立ち遅れ、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。さあ何が行くのか。ケイアイエレガントがかわしていきました。それからもう1頭ベルルミエール、キャトルフィーユ、内を通りましてフォーエバーモア、レーブデトワール、外から行こうというところ。そのうち7番ダンスアミーが、おっとここにいました。片野サンライズと横山騎手、手応えはどうか。その後ろ5馬身くらいあって5番ブリユリ、その外からは名称スザンナ、それからパワーシポット、内を通ってゴールデンナンバー、しんがりからアロマティコ。流れるようにレースが展開されています。これが先頭ベルルミエール、
前、前での競馬、ケリアイエレガントと内田博之騎手、外を通りまして、レーブネトワール、6番、キャトルフィーユが上がってまいりました。さあ、いよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは11番ベルミエール、このまま押し切るかベルミエール、パタノサンライズが差を詰めてきた。パタノサンライズが3番手、先頭は11番ベルミエール、パタノサンライズ懸命に追う。キャトルフィーユが差を詰めてくる。先頭バレジュとキャトルフィーユ、1着パタノサンライズ。レースを終えた馬が戻ってきました。ご存知ですか？そろそろ休憩しませんか？何かご用でしょうか？
ます。ただいまより投票受付を開始します。大一番へ向けて弾みを。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。先に行くのはどの馬なんでしょうか。先手を取ったのはスマートレイヤー、フォーエバーモアが追いかけます。5番カトノサンライズ、その外名称マンボ、ホエールキャプチャー、内から1頭1番カフェブリリアント。12頭が第3コーナーに向かいます。外を通りまして3番ダンスアミーガ、ブリウリガ、その後ろ10番アナズゴール、その内からは7番レッドリベール、8番サングレアル、ここにいた9番ベルルミエール。今日は最後尾からちょっと縦に長い展開になりました。流れるようにレースが展開されています。これが先頭2番フォーエバーモアでやります。さあ外回り4コーナーを回って473メートルの直線であります。
先頭オーエバーモア、もう完全に足が止まった。パタナサンライズ懸命に追う。先頭はオーエバーモア、抜けた抜けた。4番スマートレイヤー、2番手に外からオーエバーモア、カフェブリリアントが襲いかかる。外からはカフェブリリアントが来ている。スマートレイヤー先頭、カフェブリリアントが襲いかかる。捉えるか、カフェブリリアント。1着カフェブリリアント。ちょっと元気ないですね。1着1番、2着4番、3着9番以上のように確定しました。
スいっぱいです。まずまずでしょうか。今週はレースがあります。嬉しそうですね。2番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。府中のマイルで繰り広げられるマイル女王決定戦、ビクトリアマイルのスタートです。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。完全といった。12番ヌーボレコルト、肩のサンライズは2番手待機、ケイアイエレガント、その後ろでやりましょうか。ストレートガール、そして5番手にリトルゲルダでやります。内を通りまして、カフェブリリアント、ハナズゴール、内から1頭7番湘南パンドラ、スマートレイヤーがその後ろ12頭が第3コーナーに向かいます。それからもう1頭スイートサルサ、そしてその後ろからレッドリベール、それからもう1頭ディアデラマドレ。早くも大欅の向こう12頭が差し掛かろうとしております。前でありますが、前ヌーボレコルトが先頭です。そしてそのうちにカタノサンライズ、コバヒンバによるマイル戦、残すは直線のみとなりました。カタノサンライズは2番手、このまま抜け出すか。さあ先頭はヌーボレコルトが1馬身リード、都度から1頭カタノサンライズ、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。カタノサンライズが3番手、ヌーボレコルトが抜け出した。外からカフェブリリアント、ヌーボレコルト先頭、カフェブリリアントが差を詰めてくる。内から1頭湘南パンドラ、1着ヌーボレコルト、そして2着はカフェブリリアント。レースを終えた馬が戻ってきました。
そろ休憩しませんか。何かご用でしょうか。今週はレースがあります。
一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。ターフの緑色が一層鮮やかに見えます。一着で駆け抜けるのは果たしてドロン馬か。クイーンステークス11頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。イリュミナンスがかわしていきました。ノットゴーマル外から行こうというところ。3番メイショースダンナその後ろでやりましょうか。マコトブリギャール11番フレイムコード。おっとここにいました。カタノサンライズとエビナ騎手手応えはどうか。8番トゥーラブライド9番ブランレージュ湘南バーキンがその後ろ。レッドリベールがそのうちにいます。第2コーナーから向こう流し。しんがりからパワースポットでやります。もう一度先頭に戻りましょう。5番ノットフォーマルが先頭です。そしてその後ろから1番イリュミナンス外を通ってマコトブリギャール。そして4番手に3番メイショースダンナでやります。その外にフレイムコード4番カタノサンライズ青い帽子が馬込みで入れて。そして外からはトゥーラブライド、それから9番ブランレージュ、これと一緒に湘南バーキン、そして内からはレッドリベール、一番後ろにパワースポット。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。先頭行く黄色い帽子はノットフォーマル。抜けた抜けた。4番パタノサンライズ、さあ抜けました。パタノサンライズイルミナンスが差を詰めてくる。先頭は4番パタノサンライズ、恐れ入ったパタノサンライズ一着。なんとまあ強い。いやーこれはすごい。確定しました。戻ってきました。ご存知ですか？いい感じですね。もう少し増えてくれるとよかったのですが、そろそろ休憩しませんか？
何かご用でしょうか。存知ですか？一番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。大一番へ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。府中牝馬ステークス1800メートル、
なかなかいいスタートを切ったようでありますが、典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか、カタノサンライズがかわしていきました。それから6番ケイチバローズ、3番ケイアイエレガント、その後ろ3馬身くらいあって当選ソレイユ、それからもう1頭スイートサルサ、その内からは5番レッドリベール、そしてその後ろから10番名称マンボ、その内シャトーブランシュ、そして外からは12番カフェブリリアント、内を通ってノボリディアーナ、ゴールデンナンバー、しんがりからスマートレイヤーであります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。これが先頭ケイティバローズであります。一番人気のカタノサンライズ、さあ気合はどうなんだ。前での競馬ケイアイエレガントと吉田騎手、そして4番手に1番当選ソレイユ、11番スイートサルサ、そして内からは レンドリベール。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、カタノサンライズは2番手、このまま抜け出すか。先頭はゲイティバローズ、カタノサンライズ一気に抜けた。カタノサンライズが抜け出した。外からはゲイティバローズ、このまま粘れるか。カタノサンライズ先頭エビナと、カタノサンライズ名称マンボ懸命に追う。カタノサンライズ先頭当選ソレイユがかわした。外を通って名称マンボ、なんとなんと当選ソレイユが1着、名称マンボ2着。大波乱、大波乱であります。1番、2着、当番、3着、2番以上のように確定しました。戻ってきました。何かご用でしょうか。まずまずでしょうか。適正な馬体重ですね。ご存知ですか？何かご用でし、何？どうしたんですか？そろそろ休憩しませんか？
ですね。嬉しそうですね。今週はレースがあります。一番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。阪神カップ 1400m、 まずまずのスタートを切りました。注目の先行争いでありますが、片野サンライズが先頭に立ちました。内から1頭5番スマートオリオン、そしてその後ろから2番ダノンシャーク、ビッグアーサー、ほとんど馬体が合っています。そして5番手にサンライズメジャーであります。その外12番ダイワマッジョーレ、内を通りましてアルマワイより6番ブリユリ、10番タラノブルグ、外を通って11番ロサギガンティア、ダンスディレクターがその後ろ、内を通ってスルスルとクラレントが上がっていきました。これが先頭片野サンライズであります。この辺りちょっと離れているスマートオリオン、1番サンライズメジャー、さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くのは8番パタノサンライズ、先頭はパタノサンライズ、ダノンシャーク懸命に追う、ダンスディレクター抜群の手応え、外からはダノンシャークが来ている。先頭は8番パタノサンライズ、内か中か外か3頭の争いになった。ちょっと元気ないですね。1着2番2着9番3着レースを終えた馬が戻ってきました。今週はレースがあります。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。
一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。花を切ったのは嵐、カパノサンライズが上がってまいりました。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。11番京エイクワット、外から行こうというところ、ちょっと離されましてラッキーエロン、その外スーッとワイドバトルが上がっていきました。そしてその後ろからワンモアラブウェイ、それからネーハイビクトリー、エイジゴレー、外から1頭バンリリューホー、その内からは3番メイシオレムナム、7番ミスタースペイン、この辺りちょっと離れている10番マチノコマチ。流れるようにレースが進んでおります。先頭を行く京エイズワット3馬身リード、ちょっと離れて6番ワイドバトルであります。カタノサンライズがそのうちにいます。それからもう1頭嵐、ラッキーゲランが並んでいます。そして6番手にワンモアラブウェイであります。4番ネーハイビクトリー、エイジゴレーがかわしていきました。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノサンライズは3番手といったあたり、先頭は共演スワット、ムチが飛んだ、ドシと嵐が差を詰めてくる、捉えるか嵐、内から共演スワットが差を詰めてくる、さあ抜けました、嵐1着8番嵐、そして共演スワットが粘って2着。ただいまより投票受付を開始します。大一番へ向けて弾みをつけたい牝馬たちが集います。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。5番ダビッドドールが行く構え、トーアダゴンがその後ろ、シャンソニエールが上がってまいりました。その外にスーパートドロキ、12頭第1コーナー右にカーブを取ります。カタノサンライズ、そのうちにヤニス、そしてその後ろからダンスダンスダンス、ストロームジョがそのうちにいます。8番東マジョルカ、外から1頭9番ファンタジースズカ、それから足毛の馬体ユースエイフェアリーであります。そしてしんがりから名称マリーンという展開です。さあ先頭の方はどうなっているか。2馬身くらいの差をつけて1番シャンソニエールが先頭です。スーパートドロキ、前での競馬ラビットボールとウチダッシュ、6番トーラナゴン、それからもう1頭ヤニス、今日こそは勝利をものにしたいカタノサンライズと岡部騎手、内から1頭ダンスダンスダンス、その後ろでやりましょうか。2番北の五条、さあものすごい歓声の中山競馬場。カタノサンライズは5番手といったあたり、先頭はシャンソニエール、外から差を詰めてきているカタノサンライズ、ムチが飛んだ、内だとラビットボール、ダンスダンスダンス、
先頭に立った。さあ抜けました。ダンスダンスダンス、ラビットボール懸命に追う。先頭は10番ダンスダンスダンス、1着ダンスダンスダンス。レースを終えた馬が戻ってきました。休憩しませんか？いい感じですね。今週はレースがあります。2番人気です。ただいまより投票受付を開始します。ゲーテン終わりました。体制完了。ゲートが開いた。バラバラっとしたスタートになりました。果たして先頭に行くのは。先手を取って9番スーパートブロキ、片野サンライズがかわしていきました。シャンソニエールがその後ろ、そのうちに1番ヤニス、下のオゴジオ、ラビットボールが並んでいっています。6番トーアナゴンが上がってまいりました。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、それから10番ワンモアラブウェイ、この辺りちょっと離れている。ダイハツギョンヌパーシャンスポットファンタジー鈴鹿。
それから足毛の馬体、優勢フェアリーであります。流れるようにレースが進んでおります。先頭を行くシャンソニエール、4分の3馬身リード。それからもう1頭スーパートドロキ、そしてその後ろから1番ヤニス、6番トーアナゴン、そしてイタイタラビットボールと内田であります。徹底的にマークしているスタノーゴニョと的場仁志、いやーこの男は怖いぞ。今日こそは勝利をものにしたい片野サンライズと岡部騎手、ワンモアラブウェイがそのうちにいます。差が開いて5番ダイハツジョンヌ。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。ラビットボールは4番手といったあたり、先頭はシャンソニエール、先頭は7番シャンソニエール。北の王女が差を詰めてくる。先頭カモギとシャンソニエール、北の王女先頭に立った。1着2番北の王女、そしてシャンソニエールが粘って2着。次は頑張りましょう。1着2番、2着7番、3着11番。レースを終えた馬が戻ってきました。今週はレースがあります。適正な馬体重ですね。ただいまより投票受付を開始します。淀の坂越えを各馬がどうこなすか。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。先手を取って8番ユーツトップラン、スナークベスト、それから7番サムソンクイーン、内を通りまして6番バトルタイクーン、
3番カタノサンライズ、その外からは萩野水星、そしてその後ろから10番ジョーラーリング、内から1頭9番成田富士姫、東亜ディスティニー、その後ろでやりましょうか12番日本ピロラック、パッシングルートがかわしていきました。そしてしんがりからハヤブサ王冠でやります。先頭は依然として8番勇気トップラン、前前での競馬スナークテストとキシキシュ。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。旗のサンライズは2番手先頭河内と勇気トップラン、外から差を詰めてきている東亜ディスティニー、旗のサンライズがかわした。先頭岡部と旗のサンライズ、旗のサンライズ先頭は3番旗のサンライズ、1着5番東亜ディスティニー、1番人気の旗のサンライズが2着。レースを終えた馬が戻ってきました。ただいまより投票受付を開始します。
各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。クイーンステークス1800メートル、ちょっと出遅れたんでしょうか。8番竹のベルベット、ダッシュがつきません。先行するのは何か。シャンソニエールが先手を取ります。そのうちにパッパがある。今日は羽衣がかわしていきました。4番北海セレス、1番プロイバタイ、ダイハツギョング、その外に2番カタノサンライズ、北のオゴジオ、11番ガシワズビーナス、その後ろ3馬身くらいあって、9番東マジョルカ、それから5番ノーブルメロディー、グレイスナッキー、ここにいた竹のベルベット。今日は最後尾から流れるようにレースが展開されています。シャンソニエールがレースを引っ張るようになりました。今日は羽衣もほとんど馬体が合っています。前前での競馬勝田があると柴田騎手、そしてその後ろから北海セレス、至福の時を経て復活なるか、片野サンライズと岡部騎手、それからもう一頭1番ダイハツギョング、差が開いて10番北のオゴジオ、そして外からは11番ガシワズビーナス。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くピンクの帽子はシャンソニエール北海セレス、懸命に追う。さあ抜けました。シャンソニエール片野サンライズが2番手、片野サンライズが差を詰めてくる。黒い帽子片野サンライズ先頭だ。竹のベルベット懸命に追う。1着2番片野サンライズ、1番人気の竹のベルベットが2着確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。
人気ですが。ただいまより投票受付を開始します。大一番へ向けて府中牝馬ステークス 1800m、 まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。目白冠が先手を取りました。桜未来外から行こうというところ、ノースフライトが上がってまいりました。そして一番人気の片野サンライズ、なかなかいい感じ。パーシャンスポットがその後ろ外を通りまして、9番ウェディングケーキ、8番ダンスダンスダンス、八雲朝風、そしてもう一頭7番タカノプリマ、ちょっと離されましてマリアキラメキ、内を通りまして1番名勝マリーン、まもなく第3コーナー差が開いて2番レガシーフィールド、流れるようにレースが進んでおります。桜未来がレースを引っ張るようになりました。これを追って11番ノースフライトでやります。3番メジロカンモリ、12番カタノサンライズ、ピンクの帽子が馬込みで入れています。そのうち5番パーシャンスポット、さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノサンライズは4番手といったあたり、先頭は桜未来、外からはノースフライト、先頭行く桜未来、いっぱいになった、抜けた抜けた、11番ノースフライト、3番手にウェディングケーキ、さあ抜けました、ノースフライト、外からウェディングケーキ、ノースフライト、先頭内坂のプリマ。惜しかったですね。1着7番、2着11番、3着9番以上のように確定しました。お待たせしました。そろそろ休憩しませんか。まずまずでしょうか。適正な馬体重ですね。
ですね。いい感じですね。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。先頭に立つのは何か。先手を取ってワンモアラブウェイ、雪の美人ゴーチカムイオ、ロングキャロットがその後ろ、そのうちにアルファキュート、カトノサンライズ、10番ダンスダンスダンス、差が開いてサンドピープル、そのうちからは2番パーシャンスポット。さあ向こう流しに入りました。その後ろでやりましょうか。6番オクトベガ、ちょっと離されまして、11番マリアキラメキ。流れるようにレースが進んでおります。先頭を行くロングキャロット、1馬身リード、前前での競馬アルファキュートと松永騎手、雪の美人がそのうちにいます。そして4番手にワンモアラブウェイ、それからゴーチカムイオ、内を通って7番カトノサンライズ、そしてその後ろからダンスダンスダンス。場内がドッと来ている、場内がドッと来ています。カタノサンライズは5番手といったあたり、先頭はロングキャロット、間からスルスルとカタノサンライズが差を詰めてくる。雪の美人が2番手パーシャンスポット、抜群の手応え。カタノサンライズ先頭に立った。先頭は7番カタノサンライズ、カタノサンライズ1着1番人気に見事応えました。何かご用でしょうか。嬉しそうですね。気合い十分ですね。適正な馬体重ですね。でしょうか。
があります。いい感じですね。いい感じですね。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。淀の坂越えを各馬がどう。さあ飛び出した12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。9番ナムラスピカ、ダッシュがつきません。果たして何が行くのでやりましょうか。押し出されるようにしてベストダンシングが先頭です。ノースフライトがかわしていきました。そして3番手に2番乙女心でやります。外から1頭12番ワンモアラブウェイ、高野プリマ、11番カトノサンライズ、まもなく第3コーナー10番フェイバーワン、その後ろでやりましょうか。4番ドミナスクリスタル、3番ライブハウス、その外に8番菅野世界一、サンドピープルがその後ろ。ゴールまであと800メートル、外を通りまして9番ナムラスピカ、先頭はノースフライト。積極的に行きました。前前での競馬乙女心と河内騎手、そしてその後ろからワンモアラブウェイ。京都のスタンドが揺れています。黄色い帽子ノースフライトが先頭、内からは乙女心が来ている。ベストダンシング懸命に追う。さあ先頭はノースフライトが2馬身リード。ベストダンシング懸命に追う。先頭は5番ノースフライト。さあ抜けました。ノースフライト外を通ってパタノサンライズか。ノースフライト先頭、ノースフライトが勝ちました。パタノサンライズは2着。レースを終えた馬が何かご用でしょうか。そろそろ休憩しませんか。適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。期待できそうですね。いい感じですね。Thank you.
適正な馬体重ですね。今週はレースがあります。期待できそうですね。まずまずでしょうか。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。ちょっとばらついたスタートになりましたが、果たして何が行くのでありましょうか。7番ウィンコンサートが先手を取りました。内を通りまして、3番共和ハゴロモ、そしてその後ろからマザー東証、それから9番ワンモアラブウェイ。青い帽子にご注目ください。これが1番人気のカタノサンライズ。そして6番手に11番フェイバーワン、その後ろ5馬身くらいあってパーシャンスポット、外を通ってナムラスピカ、そのうちに2番サンドピープル、外から1頭ヤクモアサカゼ、これと一緒にライブハウス、グレイスナッキー。流れるようにレースが展開されています。順位が入れ替わっておりまして、先頭は今日は羽衣であります。7番クリゲの馬体ウィンコンサート、マザー東証、9番ワンモアラブウェイ、カタノサンライズ。この馬の勇姿を見ることができるのもあとわずかです。フェイバーワン、この辺りちょっと離れているパーシャンスポット、そして外からはナムラスピカ、内から1頭2番サンドピープル。大歓声が上がる福島競馬場、大歓声が上がる福島競馬場。パタナサンライズは4番手といったあたり、ウィンコンサート、先頭パタナサンライズ懸命に追う。先頭は7番ウィンコンサート、パーシャンスポット抜群の手応え。先頭坂井とウィンコンサート、パタナサンライズかパーシャンスポットかほとんど同時です。ちょっと元気ないですね。1着5番、2着4番、3着。レースを終えた馬が戻ってきました。今週はレースがあります。適正な馬体重ですね。いい感じですね。2番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。コバ牝馬によるマイル戦、サラブレッド名品12頭がスタートの瞬間を待っています。
ビクトリアマイル1600メートル、ちょっと出遅れたんでしょうか。9番カタノサンライズ、ダッシュがつきません。さあ先行争いであります。北斗ベガが先頭に立ちました。10番ノースフライト、ケイユーマンが上がってまいりました。その後ろでやりましょうか。12番ワンモアラブウェイ、5番北海セレス、さあ気合はどうなんだ。カタノサンライズ、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。そのうちフェイバーワン、まもなく第3コーナー、この辺りちょっと離れているトーアダーリン、そして外からはサンドピープル、それからエイシンテネシー、そしてその後ろからサマニビッピン、それからもう一頭オースミシャイン。先頭は依然として2番オクトベガ、これを追って7番ケイユーマン、ノースフライトが並んでいます。さあ府中の春のマイル女王は果たしてどの馬なのか。カタノサンライズ直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はオクトベガが2馬身リード、外からはノースフライト、先頭はオクトベガ、2番手にノースフライト、オクトベガが抜け出した。ノースフライト先頭に立った、内からスルスルと北海セレス、ノースフライト先頭、北海セレスがかわした。北海セレス1着、ビクトリアマイル、勝ったのは5番北海セレスだ。レースを終えた馬が戻ってきました。今週はレースがあります。期待できそうですね。いい感じですね。一番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。さあ、11頭の下点が完了しました。体制完了。マーメイドステークス11頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。エルカーサリバーがかわしていきました。ケイユーマンがその後ろ内を通ってスルスルと京和羽衣が上がっていきました。京和羽衣、ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。カタノサンライズ直線の伸び足はどうか。先頭は枠内加工、内をついて7番スターバレリーナ、枠内加工先頭、スターバレリーナがかわした。先頭川内とスターバレリーナ、スターバレリーナ先頭1着。いまいちだったようです。1着、7番、2着、2番、3着。レースを終えた馬が戻ってきました。そろそろ休憩しませんか。
ですね。嬉しそうですね。期待できそうですね。いい感じですね。今週はレースがあります。適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。さあ、10頭のゲートインが完了しました。体制完了。さあ飛び出した10頭、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。島の山姫がかわしていきました。外から1頭7番リキタンフラッシュ、ジョーノバタフライが上がってまいりました。その後ろでやりましょうか。ケイユーマン、2番北海セレス、外を通って8番カタノサンライズ、そしてその後ろから10番マイネマジック、それから離されましてフェイバーワン。10頭第2コーナー右にカーブを取ります。4番メジロアムール、差が開いて1番サマニビッピン、緑の芝生は両方と発表されております。5番ジョーノバタフライがレースを引っ張るようになりました。3番クリゲの馬体、島の山姫であります。ケイユーマンがその後ろ、まもなく第3コーナーに差し掛かります。それから2番北海セレス、その外からは7番リキタンフラッシュ、おっとここにいました。カタノサンライズと岡部騎手、手応えはどうか。マイネマジック、その後ろ3馬身くらいあって、9番フェイバーワン、4番メジロアムール、ここで行った行った、サマニベッピンと藤田。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。大歓声に迎えられてカタノサンライズ先頭、さあ抜けました。カタノサンライズ外から島の山姫先頭、岡部とカタノサンライズ、サマニベッピン先頭、一着一番。惜しかったですね。1着1番2着レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。